俺のアンモブを今日バイトをクビになった。失業に失業を繰り返し、明日のご飯にもありつけない。あなた、私の元で働かね？え？何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避、フラグちゃん。ここは秘密組織 ZIB よ。あなたをエージェントとしてスカウトしたいの。一つの任務につき高額報酬を支払わせてもらうつもりよ。高額報酬。あなたに覚悟があるならこのスカウト受けてくれないかしら。はい、ぜひ喜んで。勝ちました。モボさん、怪しい組織との契約は死亡フラグですよ。命の危険のある任務かもしれません。なんだフラグちゃんか。君が何と言おうと今回はやる。俺、スパイ映画とか特殊捜査官とかそういうのに憧れてたんだよな。モボ、あなたは今日からエージェントよ。この中から好きな武器を選ぶといいわ。すげえ、俺銃とか使ってみたかったんだよな。モボさん、銃使えるんですか？もちろん使ったことなんてないよ。でも簡単だろ。その発言死亡フラグですよ。とにかく俺はかっこいいエージェントモボとして任務をこなして、あの美人司令官からあんな報酬やこんな報酬をもらうんだ。結局下心じゃないですか。ビルの調査。エージェントモブオ、まずはこのビルの調査をお願い。ラジャー、俺に任せてよ。大丈夫なんですか？見るからに怪しいですよ、このビル。フラグちゃん、いや、相棒、俺たちが手を組めば任務なんてすぐに終わると思わないか？誰が相棒ですか？シッ、今、声が聞こえなかったか？ここか？え、なんだ？ブーギャー！うわー！今の見た？あれってゾンビだよね。しかも銃持ってなかった？ゾンビでしたね。あれ、知らなかったんですか？この世界はゾンビと人間が共存する世界ですよ。いや、初耳なんだけど。俺世間知らずすぎない？まあ、細かいことは気にしないでください。それよりこのままじゃ包囲されてしまいますよ。相棒、どうにかしてくれ。私は相棒じゃありません。うわー、来るな。俺はもうダメだ。ゾンビになるなんて嫌だ。いっそ人思いに殺してくれ。モボさん、怯えなくてももう大丈夫ですよ。はい、俺やったのか？はい、見事にヘッドショットを決めてました。助かった。でもこんなの聞いてない。こんな仕事すぐにやめてやる。で、司令官、ゾンビなんて聞いてないよ。なんか銃まで持ってるなんて命がいくつあっても足りんな。いい？なんでエージェントモブを辞めるならこの報酬はなかったことになるか。辞めるのを辞めます。モブさん、これだけのお金があれば美女にだってモテまくりじゃないか。靴でも何でも舐めます。こんな仕事すぐに辞めてやるって言ってたのは何だったんですか。誰しもパンパクが間違っているときはあるんだよ。ヘゲヘに言ってますが、すごく気持ち悪いです。気持ち悪い。アジトを突き止める。相棒、まずは君がおとりになってくれ。だから誰が相棒ですか。それにナチュラルに私をおとりにしないでください。ちぇ、さっきまで一緒に銃構えてノリノリだったじゃん。で、今回の任務はどんな内容なんですか。どうやらこの倉庫にゾンビの親玉がいると情報が入ったらしい。今日はそのアジトを突き止めるのが任務だよ。それはまたちゃんとした死亡フラグですね。この前俺は目をつぶってでも倒せたから余裕だよ。こんなこともあろうかと射撃練習も頑張ったりサボったりした。サボってる。どうだ。で、このちょっとフラグちゃん、これどうなってるの。いやー、あとは頼んだよ相棒。で、ここまで来れば大丈夫か。モブオさん。ひひフラグちゃんか。私を置いていくなんてひどいです。大体モブオさんはいつもいつも。フラグちゃん危ない。ドフワー、モブオさん、どうして。どうやらここがボスゾンビのアジトみたいだ。危険な香りがプンプンしてたから君をさっきの場所にわざと置いてきたんだ。しっかりしてください。立ってぞ。極限回避。
命をかけて相棒を守るのは生存フラグじゃ。生存フラグさん、痛いんだけど俺の上から降りてくれない？なんじゃ文句を言うな。生存フラグさん危ない。何？危なかった。ん？なんだかすごくやる気が湧いてきたな。貴様どこを触ってるんじゃ。ぐわー。モモさん大丈夫ですか？しっかりしてください。なんじゃ、回し蹴りくらいで気絶とは情けないな。そんなこと言ってる場合じゃないですよ。ゾンビが襲ってきます。ほれそいつで打ち倒すんじゃ。ま、貴様は死亡フラグじゃから手伝わなくてもいいけどな。私も応戦します。モブを救ってもいいのか？さっきモブさんは私をかばってくれました。だから見捨てることなんてできません。好きにしろ。貴様なかなか筋が良いではないか。実は最近あるアプリにハマってるんです。知ってますか？エージェントボーンっていうサードパーソンシューティングなんですけど。貴様もやっておったのか？わしも少しハマっておる。本当ですか？では改めて画面の前の皆さんにもスマホゲームエージェントボーンをご紹介します。世界観は今回のモボウさんの世界と同じくゾンビと人間が共存する世界。武器を持ったゾンビを簡単操作で打ち倒すシューティングゲームじゃ。自動的にロックオンして片手でワンボタンで射撃ができるぞ。それにこのキャラとっても可愛いです。どちらかというとかっこいいじゃろ。もしかしてセイザーフラグさんは初期のキャラクターですか？実は多種多様なキャラクターが選べるんですよ。別に知らなかったわけでは。さらにいろんな武器を自由に選ぶことができます。今回モボウさんが使っていた武器もゲーム内にありますよ。そしてゾンビからの銃撃をギリギリで避ける極限回避を行うと HP が回復するんじゃ。これは生存フラグじゃね。さっきのモボウさんみたいですね。そしてこのゲームオフラインで放置していてもアイテムがもらえるんです。エージェントボーンは動画概要欄の URL からダウンロードできるぞ。皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。あれ？フラグちゃん？生存フラグさん？なるほど。もしかして俺、気絶しながら倒したの？すごくない？応答せよ、エージェントモブを。ああ、もしもし。ボスゾンビのアジトを突き止めました。ついでにゾンビも撃退しました。おっそー。え？もう別のエージェントから報告があった。迅速な報告ができないのはエージェント失格だ。お前はクビだ。以上。もしもし司令官、司令官！モブはあっさりクビになった。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。待て。